グランツーリスモ5、グランツーリスモ5、グランツーリスモ5、GT5 はソニーコンピュータエンタテインメントから発売されているプレイステーション3用のリアルドライビングシミュレーションレースゲームフット、グランツーリスモシリーズの一つ。現在の最新バージョンは2.17である。2016.91現在。2007年12月に発売された。 グランツーリスモ5プロローグの本編にあたる作品である。今作はシリーズ最多の1000車種以上の車と20ロケーション70バリエーション以上のコースを収録した。車種の面ではナスカーや WRC、スーパー GT の車両を本格的に収録した。今作では前作のグランツーリスモモードに相当する GT ライフを収録するほかオンライン要素が進化した。また、 時間の変化や天候の変化などビジュアルの変化にも対応。さらに 3D やフェイストラッキングにも対応した。なお、グランツーリスも PSP 版で収集した車データを引き継ぐことが可能。パッケージ車両はメルセデスベンツ SLSAMG。日本における発注販売本数は約43万本で PS3 用ソフトとしては ファイナルファンタジー13メタルギアソリッド4に次ぐ第3位当時の初動を記録その後2010年12月中旬にハーフミリオンを達成した2013年現在世界で最も売れたプレイステーション3用ソフトである日本ゲーム大賞2011年間作品部門優秀賞受賞2012年2月2日には バージョン2.00と有料 DLC コンプリートパックを搭載した廉価版グランツーリスモゴスペック E が発売された。ゲーム内容は通常版と同じである。2014年2月20日に2014年5月31日正午をもってオンラインサービスが終了することがオフィシャルから告知され、2014年5月31日正午をもってオンラインサービスが終了。 DLC も4月30日をもって配信終了した。ゲームのオフライン部分は引き続きプレイできるが、オープンロビー、配信イベント、ミュージアム、コミュニティ、リモートレース、ログインボーナス、ホットカーディラー、ニュース、DLC 購入といったオンライン機能が利用できなくなった。日本では通常版の他に、初回生産限定版と本体同梱版が発売される。 ヨーロッパ・オーストラリア、中東などのスヨーロッパが担当する地域では、2種類の限定版が発売される。グランツーリスモ5プロローグが発表された2007年9月の時点では、本編であるグランツーリスモ5は2008年度発売予定とされたが、再三発売延期が繰り返されていた。2009年6月、カナダで開催された E3 で公開されたコンセプトムービーより、 カーダメージの実装や WRC ナスカーの収録など数多くの新要素が盛り込まれることが示唆された。2009年8月19日、ドイツで開催されたゲームスコムへの出展とともに、日本の公式サイトにて最新情報が掲載されたが当日中に削除された。これに含まれていた情報は口述する2009年9月の正式発表とおおむね一致する。 車種、コース数など一部のデータが異なる。2009年9月24日、日本で開催された東京ゲームショーにて2010年3月に発売されることが発表された翌年1月に撤回。それとともに以下のような詳細情報が正式公開された。GT5 プロローグの発売以前にプロデューサー山内和則が語っていた。 ユーザー同士のコミュニティ機能や、プレイステーションホームとの連動など、これらの機能が実装されるかは不明である。三内プロデューサーのインタビューから、2009年10月1日に発売された、グランツーリスモ PSP 版と本作のガレージが連動する、見込みであることが、明らかになった。また、所持金も連動する見込みである。と言われていたが、ガレージは、アーケードモードのみ、 所持金の連動はされなかった。車種はすべてスタンダードカーになっている。また、車種名やメーカーに変更のある車種があったり、デイシトロエン GT バイシトロエン、シトロエン GT バイシトロエンコンセプト、プロトモーターススピラオーリムモーターススピ、本作には収録されておらず使用できない車種、例 FPVGT がある。2010年、海外のゲーム雑誌、 プレイステーション、ティーフィシャルマガジンにて、GT5 の特集記事が組まれ、以下のような情報が初めて明らかとなった。2010年6月、カナダで開催された E3 の期間中に、延期後の発売日が2010年11月2日、北米11月、日本に決定した。その他の新要素も発表。2010年8月、ドイツで開催された。 ゲームスコムでの発表で日本での発売日が11月3日となり全世界でほぼ同時発売予定となった2010年9月日本で開催された東京ゲームショーにて以下の詳細情報が明らかになった2009年12月17日から2010年2月15日までの期間限定で無料の特別バージョンタイムトライアルチャレンジが プレイステーションストアで配信され、グランツーリスモコの操作感を、当時2010年月の発売を前に一足早く体感できた。シリーズ初登場となる、インディアナポリスモータースピードウェイのロードコースで、日産 370Z、チューンドカーとノーマルカーの2種で、タイムトイヤルができた。またオンラインランキングの上位入賞者には、GT5 ソフトウェアのプレゼントなどの豪華商品が、 送られる予定。2月15日をもって、ダウンロードとオンラインランキング更新が終了。2月25日以降は、起動自体ができなくなった。配信されたのは、ランボルギー・ニムル・シエラゴ・ LP640、BMW ・ M3 ・クーペ、ジャガー XJ13 レースカーの3車種を、グランツーリスモが独自にアレンジし、ボディ中央に、クロムのラインを貫かせた。 クロムラインシリーズの一つ。配信終了は2011年1月31日の予定だったがなぜか、現在も配信中。配信されたのは、ルマン24時間レースで優勝した、マツダ787バイトステルスモデル。上記のパックすべてをセットにした、コンプリートパック1600円も販売中。現在は、オンラインサービス終了のためすべて配信が、 終了している。2012年5月2日から6月25日までの期間限定で、PlayStation アより GT アカデミー2 0 1 2を無料でダウンロードできた2012年7月4日、現在プレイ不可。このコンテンツは、グランツーリスモ5本体を所持していなくてもプレイできるゲームコンテンツであり、ラウンドごとに提示された課題に順番に挑戦していくことで、 ドライビングテクニックを徐々に学ぶことができるというものである。オンライン経由で参加プレイヤー数や累計走行距離、リトライ数などがリアルタイム表示され、世界中のプレイヤーやフレンドと成績を競い合うことができる。また、課題ごとにゴールドシルバーブロンズのトロフィーが設定されており、ラウンド内のすべての課題をブロンズ以上で終了すると、 GT アカデミー限定のオフィシャルウェアアイテムがもらえ、すべてゴールドで終了すると、そのラウンドで使われた、教習車両を、グランツーリスもご本編で使えるようになる。さらに、ゴールドトロフィー取得者向けの GT アカデミーカーチャレンジとし、教習車両を使っての車種限定レースとタイムアタックが、車種ごとに開催されている。これらの車両は車体に GT アカデミーのロゴが、 入れられている特別使用車であり、日産自動車がコンテンツに協賛しているため、すべて日産製である。配布される車両は以下の通り、PS3 の演算能力を極限まで引き出すことにより、以下に示す新要素が加えられた。ただし、発売時点ではこのすべての要素が実装されているわけではない。インストルメントパネルやシートや内装の素材、色、 ブレーキキャリパーなどを再現したプレミアムカーのみ。さらにヘッドライトの点灯やプレミアムカーのみハイトローの切り替え可能、ワイパーを稼働させることもできるようになったプレミアムカーのみ。レッドブルレーシングの協力のもと、レギュレーションの枠にとらわれない、地上最速のレーシングカーの構想を形にしたレッドブル X2010 を収録した。 ナスカーのジェフ・ゴードンの人物モデルと音声のほか、迫力のあるピットワークシーンを収録、再現した。その他、WRC のセバスチャン・ローブや、イ一のセバスチャン・ベッテルも協力している。昼間、夕方、夜といった時間の変化による変わりを再現した。特に、夜はマシンに巻き上げられた土煙が、テールランプに照らされるのも再現した。一部のコースのみ、 バージョン2.00より、アーケードモードプラクティスのみ、レース開始前の時間、天候の調節が可能になった。降雨によるコースの景観や、レースコンディションの変化に対応、一部のコースのみ、クラッシュによって激しく衝突した際に飛ぶ火花や、グラベル走行時に巻き上げられる小石など、ミクロな世界で発生する物理現象も再現。 車の見た目が変化するだけではなく、ダメージの受け方による影響を物理シミュレートによって再現。これにより、レース中は速く走りつつ、いかにクラッシュやリスクを避けて車を無事ゴールまで導くか、という本物さながらの緊張感や駆け引きを再現することを目指した。ダメージは大きく分けて3段階で表現している。しかしメーカーからの公認を得て、車種を実名で登場させて以上、 ガラスが割れたり、バーストするなどの強いダメージ表現はない。バージョン2.00にて、アーケードモードでのみ、ダメージあり、なしの設定が可能になった。マシンの操作性に影響するダメージで、まっすぐに走らなくなったり、コーナーで安定しなくなるなど、ダメージの量によって様々な影響が現れるようになったタイヤがパンクしても、一定時間には治る。ある特定のレベルまで上げれば、 性能が変化する。視覚的に認識できるダメージで、ボディに、傷や汚れなどが付着したり、凹んだりするようになった。ボディが凹んだり、ボディを形成しているパネルがずれたり、歪んだりするようになった。WRC マシンは、ずれや歪みを通り越して部品が外れることもある。プレミアムカーロミ。激しいクラッシュや、路面の凹凸に高速で乗り上げる。 ジャンプ中に姿勢を乱すなど、予期せぬシチュエーションで発生する横転を再現した。従来のフォトモードに相当するもので、ユーザーインターフェースやロケーションを一新した。さらにロケーション内を自由に動き回ることができるウォークモードを搭載し、そのロケーションの現地の環境音や天候の変化まで楽しめるようになった。なお、このモードで撮影できる写真は八百万画素相当の JPG として、 出力可能。ただし、このモードで撮影できる車は、プレミアムカーのみである。また、バージョン2.00にて、アバターも一緒に撮影できるようになる。従来のレースに加え、コミュニティを搭載した。本作でプレイした記録や、これから行うべき目標が集約されている、マイホームと呼ばれる画面の中にある、コミュニティ機能では、プレイステーションネットワークのフレンド間で行う。 プライベートなオンラインレースやメッセージボード、メール、写真や自作コースの共有などの多彩なコミュニケーションを楽しむことができる。自分の AI ドライバーと車とフレンドが公開している AI ドライバーと車を選択することにより B スペックモードによるレースを開催することができるモード。例えば知らないうちに自分がオンラインに公開している AI ドライバーが フレンドによって呼び出され、フレンドのリモートレースに参加することがある。ただし、自分で開催したレースの観戦は可能だが、通常の B スペックモードのように監督として指示を出すことはできない。これは、フレンドのオンラインに AI ドライバーとの勝負を公平に行うためある。本作には、マイラウンジと呼ばれる自分専用のレースルームが用意されており、そこは、 プレイステーションネットワークで設定されたフレンドしか入れないプライベートな場所となっている。ここではレースのレギュレーションやコースを自由に設定し、フレンドと最大16人まで参加できるレースイベントを開催することができる。レースに参加しなくても観戦を楽しんだり、レース前にフリーラン状態で待機することも可能。基本テーマ、景観を選び、 全長やセクションなど簡単な設定をするだけでコースラインを作られ順オリジナルのコースが作成できる。作成したコースはオンラインでフレンドに公開できる。本来は次回作であるグランツーリスも6に収録する計画だったがインターネットに情報がリークされたため2010年8月に本作への収録が発表となった。立体シプレイは他のソフトと同様に プレイステーション3システムソフトウェアバージョン3.30以降の標準機能を使用したもので 3D 対応テレビが必要 2D の最大解像度は 1080p だが 3D では 720p となるアーケードモードでのみプレイステーション3に接続した USB カメラプレイステーション i で顔を認識させレース中に顔を左右に動かしてドライビング中の 視点を左右に動かすことができるようにな。今作はシリーズ最多の1000車種以上の車を収録した年式違い含む、そのうちの200車種以上がプレミアムカー、800車種以上がスタンダードカーになっている。また、ナスカーの初収録、スーパー GT、フェラーリ界一、1、他の車とは一緒に走れないが収録されている。エクステリアはもちろん、 インストルメントパネルやシートや内装の素材、色、ブレーキキャリパーなど徹底して再現したモデル。さらにヘッドライトの点灯、ハイトローの切り替えも可能やワイパーを稼働させることもできる。インパネ視点ではメーター部分が見える。ただし車種によっては内装がシルエットされている車種がある。例日 3GT-R Pro とトヨタ FT-86E コンセプト。 今までのグランツーリスモシリーズに登場した車を PS3 の現在の技術で美しく仕上げたモデル。簡易インテリア視点対応バージョン2.0以降。ただし、プレミアムカーのものとは異なり、内装はシルエットで表現され、オープンカー除く、軽機類はゲーム内標準のもの、メーターの針は稼働しない。バージョン1.13までは非対用だった。 ヘッドライトのハイトローの切り替えができない、フォトトラベルでの撮影ができないなどのプレミアムカーに比べ一部制限がある。また、ホイール交換はバージョン2.01までは非対用だったがバージョン2.02より可能になった。詳細は公式サイトのグランツーリスモも収録車種一覧を参照。今作に収録されるコースは20ロケーション70バリエーション以上となっている。 さらに、その再現精度も向上した。また、一部のコースで、時間の変化と天候の変化に対応している。コースメーカーで、作成可能なロケーションは、以下の通り。なお、一部のスペシャルイベント、オンライン配信による、レースイベントでは、以下のロケーションを利用したコースが登場するが、毎回異なるレイアウトで、自動生成されたコースとなる、グランツーリスモカートエクスペリエンス。 グランツーリスモラディ初級、グランドツアーズは固定。2010年12月22日に発売された本作のサウンドトラック。2010年12月22日に発売されたピアニストのランランによる本作のサウンドトラック。ここで解説されているものはデフォルトの操作方法である。操作に割り当てるボタンの変更は設定メニューのキーアサインなる項目にて。 任意に変更が可能。バージョン情報はゲーム起動後のトップ画面下部にあるボタンから開けるマニュアルの目次の左上に表示される。その他公式サイトに記載なし。詳細不明。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。